wanna play? フラバーサクリファイスです。2018年ももうそろそろ終わるっていう時にちょっとした事件。ここ従業員のゾナミ、腕が折れました。まあすぐすぐに取り付けられないくらいの怪我。本当だったらここにこう突起が出てるって、そこにこう腕を引っ掛けて止める感じなんですけど、今回はそれごと折れた感じですね。だからまあ多分このままボンドでつけたとしても、ずっと腕一本の重さがかかるんで、その辺はちょっと、しっかりとした感じに作り変えないと、またすぐ取れると思うんですよね。でもまあなんとかなりそうなので、今から帰って手術したいと思います。で、今回はこの折れた部分のこの先端のところがちょっとこうピョコってなってるんで、で中身は空洞だから、この辺を利用して餃子の羽のような、そんな感じのものを、この部分に取り付けて、でそれをボルト止め、ビス止めすればいいかなっていう感じはします。まずはだからこの羽部分、羽付き餃子の羽部分を、形の型取りをしてみます。多分紙くらいの薄さだったら多分また割れると思うんですよね。だからちょっと厚みがある感じに作っていきたいんで、ベニヤかなんかをちょっと型取りしたいと思います。このベニヤをさっきの形に丸く切り抜きます。で切り抜きました。でこれからこれを使って組み合わせる、その羽根付きみたいな感じにするためにメス型を作ります。何個も作る必要はないんで、もう普通に粘土で形を作っていきます。でこのままこのベニヤを外したら、ちょうどほらベニヤの形に溝ができる、ここに溶剤を流し込んで、固めていけば出来上がってみたらさっきの折れたところに、羽がつくんじゃないかな。で3時間経ちました。もうカッチカチになってます。でこの溶剤は、FRP って言って、だいたいほらヘルメットとかに使われる溶剤なんで、かなり頑丈な硬化プラスチックです。であとはまあ流した形変な感じに、できたんで、削って綺麗に丸くして、で表面をならして、であとは、ボディの部分の4箇所ビス止めのための穴を開けます。でこの本体の方にさっきできたこの円盤状の突起の部分を取り付けます。で取り付けられなかった腕を最後にはめて完成。てなわけで、ゾナミ、修理でないや手術完了しました。まあバーなんでね、飲みの席なんで、こういうことはあると思うんで、直せる範囲直してはいきますけど、度を越した感じでいろんなもんぶっ壊されたら、修理費もらうかもしれません。でも今回、意外と簡単に修理できたんでいいかなと思います。それでは今日はこの辺で。
良いお年を。